皆さん、こんにちは。ワンダルグルビージです。では、今回は、ベートーヴェン・ディズナーズ・リバーキット BG 版、続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、マーカス・ウェイキー、この辺りに展開していたアメリカ軍の艦隊と交戦をしているという中で、まあ、賛否、あるかと思うんですが、時間差アウトレンジ攻撃によってですね、敵の空母を撃沈しているという状況です。ただ、それでもなお、2個の空母艦隊確認しています。まず1つは空母2、そしてもう1つが同じく空母2なんですが、戦艦4も引き連れているという艦隊ですね。これらの艦隊と戦う我々の艦隊なんですが、まずは小沢艦隊。少しね、航空機がすり減りつつあるかなという状況ですね。敵の艦隊が接近してきているので、少し離れていきます。そして新鋭の SX 級に対抗するために作った2型の大型正規空母1番艦、風林火山要する第1艦隊。これも今ね、急いでマーカスの方に向かってもらっているという状態です。ただ、練度がね、船員の練度は2、航空兵の練度が53と。で、これは風林火山ですけど、もっとね、後から配備した空母なんかだと、さらに練度が低いという状況なので、まあ、前線に出すというよりかは、後方からね、敵にとどめを刺すような、まあ、そういう動きをしてもらえればいいかなと、そのように思っています。で、この後の船の配備計画なんですけども、ご覧のような形でですね、この後すぐ巡洋艦が2隻、その後正規空母、軽空母、正規空母、軽空母と続いて、それなりにね、艦隊は強化されていくかなというふうに思っています。特に軽空母に関しては、大和、武蔵のね、第2艦隊の護衛としてつけたいなと思ってますので、そうすればね、大和、武蔵がもう一度輝ける時が来るのかなというふうに思っています。では、時間を進めていきましょう。まずは、敵がね、迫っていますので、敵の空母をね、叩いていきたいというふうに思います。では、小沢艦隊の方から空撃仕掛けていきましょう。159機、だいぶね、航空機の数減ってきてしまいましたので、まあ、ここまで来るともうアウトレンジ攻撃だけでいきましょう。時間差は使わずに出撃していきます。まあ、残念ながらね、敵を発見できずに攻撃を終了しています。まあ、野戦だとね、こういうことが往々にして起きてしまいますね。ただ、それでね、敵を捕捉できたら大きいので、まあ、野戦とはいえ出撃させましたけども、残念ながら敵艦隊発見できず、空振りですね。では、ここに来て敵の艦隊をロストして、マーカスも空爆を受けることがなくなりましたので、おそらく敵の艦隊はね、撤退を開始していると思いますので、この機に乗じて、ウェイキーを攻略していこうかなというふうに思っています。で、今、ウェイキーの基地占領が作戦目標になってますので、このまま作戦目標を達成して、お金を取っていきましょう。投入する艦隊ですが、第1、第6、両航空艦隊に加えて、陸戦隊を要するね、駆逐艦隊。で、これを投入して一気にウェイキーを攻略していこうというふうに思います。では、このままウェイキー攻略戦しましょう。では、ウェイキーに対して空爆を行っていきましょう。ウェイキーの方はですね、航空機の数が全部で55機、敵がですね、味方の方はご覧のように100機以上出せますので、もう PC にお任せしちゃいたいと思います。要塞道を削って飛行場も削ったので、あと守備隊をね、蹴散らしていきましょう。で、第10艦隊の、陸戦隊をこのままウェイキーに向かわせて上陸させていきます。同じように第1艦隊の、ね、初の実戦ですね。ウェイキーに対して空爆を行っていきます。328機、328とかになってくると、まあ、頼もしいですね。はい、これでウェイキーの攻略が完了しました。早速、金をもらいに行きましょう。で、次の作戦をどこにするかというのをね、考えていきましょうか。お金はね、少し余裕が出てきているので、どっちかというとね、輸送船と、あとは、生産のラインが欲しいですね。次の作戦目標を考えましょう。
うわ、オートダービー、コロンボがないので、フェゼリンだけだな、ミッドウェイでもいいかなと思ってたんですけどね、残念ながらミッドウェイは、作戦目標に入ってはきませんでした。では、このまま、グゼリンを攻略していきたいなと思うので、まずは、工作員を送り込んで、僕の状況を見ましょう。陸戦隊が61、航空機の数が58か。ちょっと多いですね。なんでこれが多いかというと、ベイティがね、この半分50機前後だったんですけど、グゼリンに関してはその半分、倍入の100機入ってるので、どうしようかなっていうことだな。ウェイキーはせっかくね、取ったので、ウェイキーはウェイキーで待機させるとして、陸戦隊をね、このまま一度、航空艦隊はサイパンに入れて、サイパンで、航空隊をね、補充して、さらに本土から第9艦隊をウェイキーに入れて、プゼリンのね、攻略をしていきたいと思います。では、サイパンに入っていた第6両航空艦隊、空母艦隊ですね。これに補給が完了しましたので、クゼリン攻略に向けて行動を開始していきます。トラックからもね、爆撃機飛ばしていきます。さらに、ウェイキーに入った駆逐艦隊ですね。これを使ってですね、陸戦隊をクゼリンに上陸させていきます。では、クゼリン攻略戦、開始です。では、クゼリンに対して第6航空艦隊から攻撃を仕掛けていきます。ここは前期出撃でいきましょう。で、すり減っていた航空隊はですね、サイパンに入った時に補充できるだけ補充してあります。なので、140、50機まで減っていたものが200機前後までね、回復しているという状況です。このね、クゼリンを取って、一気に中部太平洋に制空権を我が物としていきましょう。はい。敵の直営20機を撃墜。味方のは13機の喪失ですね。このまま一気にクゼリンの攻略を進めていきましょう。で、同時並行的にですね、タラワの方にもね、攻略を行っていこうかなと思うので、この中部太平洋、中部南太平洋って言った方がいいかな。この二つをね、一気に攻略していきます。はい。これでクゼリンを取っています。続いて、タラワの攻略まで、続けていきましょう。で、その前にね、お金だけもらっていきます。お金も鉄もここに来て一気に余裕が出てきてるので、実は、ヤマトのですね、3番艦、4番艦に当たる船、これの建造命令を出しました。まあ、約1年近く建造をされるまでにかかるので、果たして、それまでに戦争が終わっているんじゃないかというのもあるんですけどね、ここは、潤沢にある金を使っていきます。で、次の攻略目標が、タラワがないか。タラワあるかなと思ったんですけどね。まあ、ミッドウェイ攻略にしましょう。で、タラワの攻略戦はもうすでに始まっていますので、タラワはですね、このまま攻略をしていきます。で、その後ミッドウェイ攻略に入りましょう。タラワを取るメリットはね、まあ、これといってないんですけど、もう攻略戦始まってますからね。タラワを攻略して、ミッドウェイ攻略と。順番を追っていきます。はい、これでタラワの基地も占領完了です。これで中部太平洋で、制空権、制海権を、日本に戻りしましたので、次回はいよいよ因縁の地、このミッドウェイの攻略を行っていきたいと思います。でミッドウェイの方の、敵の戦力を確認しておきましょうか。ミッドウェイの方には基地航空隊200個機、コルセアとかいるなぁ。コルセアとかになってくるとね、我々よりも航空機のね、性能がね、いいですからね。まあ、速度でまず、今二次型、冷戦二次型で599、まあ600ですね。それに対して、コルセアはもう670超えてます。まあ強いよな。ヘルキャットが大体ね、まあ二次型と同じか、まあ二次型より少し強いかなっていうね、そういう性能に。なっています。でアベンジャーは攻撃機ですね、まあ、警戒しなきゃいけないのは味方の空母がやられるという危険ですね。で偵察機でムスタング、
プルも入ってますね。ムスタングはね、足が速いんですよね。まあ、700キロも出てますね、この時点で速度。で、あとサンダーボルト。サンダーボルトもね、直縁能力がとっても高いので、まあ、敵の上空に攻撃隊を送った時にですね、注意をしていかなきゃいけないかなというふうに思っています。合計200機入ってますね。我々の方の空母はというと、まあ、随核の方で、まあ、70機、右肩の護衛、艦爆艦砲、それに偵察機、護衛機で見ておくとですね、攻撃力が80、防御力が65、速度が599。これはレップ以下で設定しているという設定です。同じような性能で、艦砲と艦爆設定してあります。航続距離だけね、3500に設定してありますけども、これは、冷戦がね、実際に増設タンクを装備できたと、それによって航続距離3500まで伸ばせたというね、事実があるので、まあ、同じような内容で3500という設定にさせていただいて、ございます。で、じゃあ肝心の新型機、いつできるの？まあ、そこの部分なんですが、まずあと3週間で、レッド、これがね、上がっていきます。これによって、ようやく速度がね、600台に乗ってくるという楽しみな機体。いいですね。これをまず待ちましょうという状況です。で航空機で言うとですね、やっぱ神殿。ここまで来ると、アメリカ軍の最新鋭戦闘機とね、互角に戦える。まあ、そういう性能を持った航空機になるんですけど、これがまだあと13週かかるという状況ですね。まあ、いずれにしてもミッドウェー攻略は現有戦力で戦っていきたいと思っています。で空母なんですが、この後ですね、正規空母、これが2隻完成していきます。4隻ですね。なので、これ新しく第2航空艦隊を編成して、空母艦隊をね、3個体制にするという夢の体制を敷いていきます。で軽空母が6隻この後作られてくるんですけども、2ヶ月後に。この軽空母は、大和武蔵の戦艦部隊、水上打撃部隊の護衛空母という形で使っていきたいと思っております。では、今回はね、ここまでさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。